どうも、百瀬です。さあ、本日はルイ14世を見ていきます。よろしくお願いいたします。いや、来ました。ついに来ました。このね、ルイ14世を皆さんとついに見ていく日が来ましたね。いや、今日だけはですね、どうしても皆さんに見ていただきたいわけなんですよ。これまでバロア朝とブルボン朝ね、もう何十本とこう動画を上げて見てきたのもですね、このルイ14世、太陽王ですよね。太陽王に至るまでのこの道のりと言っても過言ではない。まあ、なんと言ってもですね、このフランスといえばね、フランスの王朝といえばブルボン朝でしょうと、ブルボン朝といえばルイ14世でしょうっていう人はね、少なくないわけですよ。このね、ルイ14世に関しては本当に面白いね。今日もやっていきますよ。このなんでこのまず太陽王なのっていうことですよね。で、鎮は国家なりといった、さらにこのベルサイユ宮殿ですよね。もう金ピカの宮殿ね、金ピカ宮殿、また絶対王政、なんかこうフレーズフレーズはこう皆さんの頭にも必ずこう入ってるじゃないですか。まあ、それがこうどうつながってるのかっていうことをですね、今日この回を見ていただければ全部わかるってことにしたいと思うんですね。例えば一つ、この絶対王政っていうのありますよね。この王のもとに権力が全部集中するね、ここは皆さんも頭の中に入ってる。ただですね、この歴史的にはこの絶対王政というのも、その言葉の響き以上のものはですね、この王の権力としてはなかったっていうことなんですね。この絶対だっていうほどには、まあ、王の権力は絶対ではなかったね。まあ、どういうことね、そう、ここも今日やっていきたいと思いますよ。とにかくこの人が面白いんで、もう早速今日は行っちゃいましょうね。さあ、前回ね、どういったところまで来たかということですね。前回ルイ13世やったわけです。まあ、ルイ13世自体はそんなにパッとしなくてもね、ものすごい相棒がここにもいたわけですね。リシリューですよね。リシリューとですね、このルイ13世の二人三脚で、またこの国内をですね、なんとかやりくりしながら、そして最後ですよね、このルイ13世の晩年に、まあ子供が生まれなかったんでね、ここがまた一つの歴史の面白い疑惑だったってことですよね。子供が生まれたルイ14世だったが、しかし、いや本当にこれルイ13世の子供なのかね、実はマゼランの子供なんじゃないかっていうね、まあ、これは前回の動画ぜひ見てみてくださいね。ここも面白かった。いずれにしてもルイ14世がそうして誕生をして、さあという時ですよね。さあ行きましょう。ルイ14世1638年に生まれますね。で、間もなくマザランが宰相に就くわけですね。その大宰相のね、リシュリューの後継者として、マザラン、これがまたできる男だったわけですね。まだね、この時はルイ14世相当にね、小さいですからね、まあ翌年に1643年に即位をするということになるものの、まだ小さくてですね、じゃあどうやってその体制を築いていくかね、一つにはこのマザランが宰相だと。で、摂政、代わりに政治をやる人誰がつくよってことですね。まあこれは母親がいいんじゃないかと、アンヌ・ドートリッシュですね。アンヌ・ドートリッシュがその地位につくんだとね。ここはまあ面白いコンビなんですよ。なぜかといえば、このマザランって人がそもそもイタリア人なんですね。イタリア人で、このアンヌ・ドートリッシュがですね、まあスペイン人なわけですよ。スペインからお嫁に来た人だったとね。したがってこのツートップがですね、イタリア人とスペイン人でこのフランスの舵取りを担うっていうね、ヨーロッパ一の大国の舵取りをこの二人が担っていくっていうね、まあこの辺も面白いところなわけなんですね。さあ、その二人でね、大丈夫かなっていうことでこう見ていきたいと思いますね。じゃあルイ14世はそういった中で育て上げられるわけです。まあ幼い頃からですね、もうこう体はがっしりしてて、まあ、成人してから身長はですね、160センチ程度だったということではありますが、まあ、健康そのものではあったわけですね。まあ、大柄ではなかったけど、がっしりした体格だったということで、健康そのものね。そして教育もね、もうそれこそ当時の英才教育をね、どんどんとこう受けていくわけなんですよ。ね、語学、まずはこのフランス語当たり前で、それに加えてこうイタリア語だの、ラテン語だのって言ってね、学んでいく。
数学もやりますよね。球技とか乗馬とかあるいは狩りとかね、もう貴族たちがね、こうサポートする体制がしっかり整ってるし、また文化芸術も行きましょうってことですね。絵画もやるし音楽もやるし建築もやる、ね、中でも一番打ち込んだのがバレエだったんですね。バレエはこのバチコン球打つやつじゃなくてこの踊るやつですよね。踊るバレエの方ですね。これにねすごくハマって、まあ、この7歳からですね27歳まで、まあ、1日にこう2時間もバレエに打ち込んでたらしいんですよ。すごいですよね。もう部活並みにこう毎日こうこなしてるわけですよ。部活以上ですよね。もう月のお医者さんもね結構心配したらしい。さすがにバレーやりすぎじゃないかとね。それぐらいにもう熱心にバレーを打ち込んだっていうことだったんですね。その英才教育もですね、まあそれもそのはずね、教育に熱心なはずだと。それはこのマザラン自身がですね教育総監っていうね、まあ、教育係のこのトップにつくわけですよ。このルイ14世をね大きく立派なヨーロッパで最強の王に育てなきゃいけないっていうね、まあ、その思いがあるわけなんですよ。このマザランがですね、まあ、本当にルイ14世の父親だったかもしれないわけでね、それは熱も入るでしょうと、こういうことになってくるわけですね。そして、じゃあ外の方をこう見ていくわけですね、見ていきましょう。まあこうして、中の方ではフランスの中ではですね、こうして、まあ、ルイ14世は教育をこうね受けて、まあ、マザランのね保護のもとにあればいい、こういう状態ですから。じゃあマザランどうやってこのフランスの舵取りをやっていきましたかっていうことをね見ていきたいわけですね。思い出していただきたいのがですね、前回このリシリューがですね思い悩んでですね決意したことがこのスペインへのね宣戦布告でありました。でこの時どういう国際情勢だったかというとですね、1618年からこの30年戦争っていうのが始まってましたね。30年戦争、まあ最後の宗教戦争だとも言われるその戦いにおいてですね、いよいよこのフランスもじゃあ参戦をしようということを考えて、そしてフランス自体は、まあ、旧教国ね、旧教国の国であったが、しかし、まあ、ハプスブルク家ね、やっつけなきゃいけないんで、じゃあこれはまあ新教サイドにつきますかね、とにかく国家優先ですから、宗教戦争だろうが何だろうがね、とにかく国家優先で考えると、まあ、そういうスタンスになるということで、スペインに対してですね、宣戦布告をするわけですね。で戦いがずっともう継続している状態ですよ。でこの辺りはですね、例えばロクロアの戦い、これフランドル戦線ですね、北東のフランドル戦線、またカルタヘナ沖の戦い、まあ海でも戦いますよ。でフライブルクの戦い、ネルトリンゲンの戦いなんですね、神聖ローマ帝国の寄りの方でもねドンパチこうやるわけなんですよ。そしてこういう数々の戦いですね、軒並みこう連戦連勝なんですよ。フランス強いぞとね、ここまで来ると相当強いなっていうね、そういうぐらいになってるんですね。で連戦連勝で、まあ、こう喜びがね増すわけですが、一方でこう戦いが長引いてくるとね、いや30年戦争って言ったってね、こう戦いやってるうちはまだいつ終わるかわからないわけですよ。宗教戦争だって40年も勝ったし、その前の100年戦争だってね、だって結果的には100年以上続いたってわけじゃないですか。これもなんかね、やってる時はもう何十年も続いてね、20年と続いてて、まだまだ長引きそうだなって、どこまで長引くんだろうな、そういう状態ですよ。そして それと同時にお金がかかるんですね。戦争をやるとお金かかりますから、税金をなんとか取ってね、国家の収入を増やしていかなきゃいけない、賄っていかなきゃいけないっていう状態なんですね。そこで新しい税金をですね、こうつけていくわけなんですよ。それがまず一つには家屋税ね、ここに目をつけた、まあ、固定資産税的なね感じですよね。その時にはですね、このパリの中にこの不法の建築物が目立つようになってきたらしいんですね。でそういうものに目をつけてのこの家屋税ね、これによってね庶民が困ったんですね。庶民が何それってね、重税ね困るわよ、ああそうですかと言ってですね、マザランが今度はじゃあ富裕税やりますよね、お金持ちからもお金を取る仕組み作りますってこと でお金持ちたちの間でもそうすると何よっていうね不満がこう溜まっていく。そして徐々にですね、この
パリの民衆のね、フランスの中で民衆の中で不満がくすぶっていくっていうことになるんですね。外向きにはこう連戦連勝でうまくやってる中で、こう内々で不満が溜まってくるんですよね。なんか起こりそうだなっていうことですよね。さあ、ここでもう一つ、このパリのですね、高等法院ね、今でいうところの、まあ、日本でいうところの最高裁判所ですよ。ここともね、仲がこうどんどんと悪くなってきて、起こったのがこの反乱、1648年のフロンドの乱ということになるんですね。このパリの高等法院との間にはですね、まあ、どういう関係であったかというと、まあ、先ほどのこのね、家屋税とか富裕税とかいろいろなこう税金の類をね、こう正式に貸しますよということになると、まあ、裁判所でね、登記するっていう作業、手続きが求められているわけなんですね。で、そこで登記をするにあたってはですね、この裁判所で、ね、裁判所の意見とかね、意向っていうのも普通はこう勘案されるけども、しかしこのね、時代はね、もういかに言ってもルイ14世ね、国王の力ってのはすごいと、いかに幼いと言ってもですね、国王が直接そうやって裁判所にこう乗り込んできてね、高等法院に乗り込んできたら、もう言うことを聞かざるを得ないね、強いては、まあ、マサランの言うことを聞かざるを得ない、そういうことなんですね。でも登記もバンバンともう王族のね、意向でやっちゃうし、またもう一つにはですね、官職売買ってありましたね、その役人のポストを売り買いする仕組みがこの時代はですね、あったということですよ。で、この仕組みの下で裁判官の地位もね、裁判官の役職もこれから増やしますよっていう、そういうことやったんですよ、マザランはね。そうすると、まあ、王族にとってはお金が入るということになりますね。お金が入るんで、まあ、これでいいでしょうね。一方で裁判官にとったら、その裁判官のポストはね、増えちゃうってことは自分たちの価値下がるってことになってくるわけなんですね。それでまた不満を貯める、まあ、そうやっていくつかこすったもんだがあってですね、結局この反乱に結びついちゃうね。税金に苦しむ民衆と、また王族とのやり取りに不満を持つパリの高等法院がタッグを組んでフロンドの乱を起こし、このフロンドっていうのはですね、なんかこうパチンコのおもちゃの通称らしいんですけど、まあ、そういうことにちなんで、フロンドの乱という、この乱が起こって、まあ大変な乱にはなるんですが、まあ、ここはですね、まあ、なんとかね、マザランが平定するわけなんですよ。同じ時期にですね、1648年といえば国際的にはこちらの方が超有名なわけですね。その30年戦争がいよいよ終わるぞということですね。ウエストファリア条約というね、有名な条約が結ばれます。で、まあ、これによってフランス自体はですね、アルザス・ロレーヌ地方とかね、まあ、この東側の地域ですよ、フランスの東側の地域がまた領土増えたぞ、ね、よかったということになるわけで、でその、まあ、軍隊をですね、じゃあ使ってこのなんとか沈めましょうってことやるんですね。フランスの黄金を使ってまあ沈めましょうね。ここはなんとかなった。でもこれで終わりじゃなかったのがこのフロンドの乱のね、まあ大きいところなんですよ。まあね、なんかフロンドの乱っていうと、なんか一地方のなんか貴族のまた小さい武装蜂起なんじゃないかって言ったら、ね、そうでもないわけですね。これが大きい展開になってきてですね、というのはまずですね、その黄金の中にコンデ大公って人がいたんですね。コンデ大公っていう人がいて、でこの人が最初はね、こう乱を鎮めようとこう頑張ったりするわけなんですが、まあ、後々ちょっとね、こう自分のおかげだろうみたいな感じで横柄になってきちゃうわけですね。でそれにマザランがね、あいつちょっとやばいなっていうふうに思って、でこう逮捕しちゃうわけなんですよ。コンデ大公とかね、その周辺をこう逮捕しちゃってね、それにまたこう火がついちゃうわけですね。そのコンデ大公側の貴族とかがね、バーンってね、こう火がついちゃって、昆虫ショーということで、また今度は貴族のフロンドっていうことでね、こう長引いちゃうわけなんですよ。1653年まで続いてですね、まあ、詳細はこれ割愛しますけども、そこでもね、こういろいろあるわけなんですね。ただの貴族っていうより王族がもう相手になってきますからね、このフロンドの乱において、マザランがですね、東奔西走を余儀なくされるわけですね。まあ、あっち行ったりこっち行ったりね、もう忙しいわと。でその中ではですね、一転しても大ピンチな時もあるんですね。もうパリをですね、そうやってもう無効化にかなり抑えられて、でルイ14世も自分の王宮からもう1ヶ月間出られ
えないなんつってね。で民衆もいや本当にここにね、ルイ14世いるんですかなんつってね、この宮殿の中まで押しかけるなんていうね騒ぎもあったらしいんですね。まあそういうパリの中もかなり混乱をしたフロンドの乱においてですね、亡命をマザランがするという事態もあった、ね、亡命を余儀なくされる、そこまで来ちゃったわけですよね。ただまあそこで終わるマザランじゃないわけですよね。こういろんなね、まあ、政治力にとにかくマザランは長けてますからね、いろんなこの人脈とかも使いながらね、水面下ではね、戦いと同時に水面下ではしっかりこうやる交渉をする、その一つが例えばですね、先ほどのパリの高等法院なんですよ。このパリの高等法院もですね、反王族で一枚岩かといえばそうでもないわけですね。まあ王族の言うことも一理あるなと考えてる人もいる。でそういう人たちをこう引き抜き始めるわけなんですよ、マザランがうまくやってね。でこう引き抜いてですね、別のところにこう裁判所を作るから、そっちを本物にするからこっち来いよなんですね、やったりすると。で相手をこう徐々に弱体化させたり、またこのコンデ大公とかね、相手にしている人たちをですね、こう内紛を起こすようなね、そういう画策を練ってみたり、まあいろんな形でね、このマザランが考えてなんとかね、ここを鎮圧することができる、ね、そういう運びになるわけなんですね。まあ、帰りはね、そうやって亡命先から帰ってきたらしいんですね。でこの亡命先から帰った時にルイ14世が何をしていたかってことですよね。まあこの時でまあ終わった時で15歳ぐらいですかね。そのルイ14世がですね、帰ってきたマザランを迎えたのが、まあ、バレエをして迎えてたってことだったんですね。得意のね、大好きなバレエをしながら、そこで演じたのが夜っていう舞台だったらしいんですね。夜という舞台、そこでルイ14世が踊ったこの役柄が太陽神アポロンね、太陽神を踊ってたんですよ。これを熱心に練習してね、おかえりマザランとよくやってくれたねということですよね。ここにちなんでの太陽ということもあるらしいんですね。これにちなんでの太陽ね。まあそうしてこの内乱を鎮めるとですね、いよいよこのマザランの地位はこう盤石になってくるわけなんですね。いやなんかこうイタリア人だけどこうできるじゃないかとね、もうこれからはマザランの時代だなということになってきます。そして1654年におなじみのね、戴冠式ですよ、ね、ランスの戴冠式をルイ14世もやってですね、まあ名実ともに王様としてね、こうやっていくということになります。ただまだね、この時点でもそうは言っても学ぶことは多いってことですね。マザランの方がまあ1枚も2枚も3枚もね、上手なわけですから、それをマザランをね、もう全部ルイ14世に余すことなくね、教えていこうと、こういう姿勢でいるわけなんですね。もう帝王学をやりますよ、ね、どういうことをやったかといったら、もちろん先ほどのさまざまなこの語学とか数学はあるんですが、自分もう政治もね、しっかり教えていくわけですよ。自分のこの政治をやっている部屋、まあ執務室ですよね、執務室にこういさせる。で政治どういうことをやってるかをですね、見聞きさせるわけですね。で大臣たちからこう何かの報告を受けたり、あるいは指示を飛ばしたりね、で作戦を練っている様子なんかもですね、こう同席をさせて、そしてそこのところで、あなるほどな、ね、ルイ14世こうやって政治は動いているんだなっていうのをね、こう帝王学でこう学ばさせるわけなんですね。それは宮殿の中だけではないね、スペイン戦線、まあ、戦場にもこう出かけさせるわけなんですよ。おやーとね、さっきのウェストファリア条約で戦争って終わってるんじゃないですかってことなんですが、まあね、ここのところはスペインとの戦いは実はまだ続いてたんですね。先ほどのウェストファリア条約っていうのは、このね、東側の対神聖ローマのね、ドイツの戦線ですよ。ドイツの戦線ではまあなんとか収まってた。がしかしスペインの戦線では依然としてね、こう続いてるわけなんですよ。対スペインの戦いは続いていて、そこで、まあルイ14世に、まあ、戦場っていうのはこうなってるぞと、ね、で、その様子を
まあ、ルイ14世に教えながらですね、ルイ14世がそこでまたね病気に陥っちゃったりするんですね。で病気に陥っちゃったり、まあ苦しいところだし、まあ、そんな中で自分も大変な目に遭うと。でそこでふと隣を見ればね、一緒にいてくれる女性がいたんですね。まあ今日も女性の話をしていきましょう。ね、そこで出てきたのはこのマリー・マンシーニ。ね、時にルイ14世がまあ二十歳前後になってます。もうこの頃なればね、それは恋の一つや二つもあるでしょうという時に、マリー・マンシーニという女性がね傍らにいたんですね。でマリー・マンシーニのことをね好きになって、まあなんかね、このマリー・マンシーニも絶世の美女っていうよりはちょっとこう教養が高くてね、話がしやすい、こういうタイプだったらしいんですね。でこのマリー・マンシーニの最も大きな特徴は何かといえば、これはですね、このマザランのなんと姪にあたる人なんですね。マザランの親族かいってね、こういうことですよ。まあ、マザランはですねイタリア人だったんですね。で親族をもうこの時ね、もう一族をフランスに連れてきてるね。その中にマリー・マンシーニっていう人がいたわけですね。あ、マリー・マンシーニとね、こうゆくゆくは結婚したいなっていうことを思ってた。あ、しかしここでまたこの若い頃においての試練がね待ち受けているわけなんですね。そうは簡単にいきませんよ国王とね、こうマザランが思ってるわけなんですよ。ある時ですね、マザランがルイ14世にですね言いますね、ちょっと結婚してほしい人がいるんですよ、ね、こういうことなんですよ。ドキッとね、ルイ14世マリー・マンシーニがいいのにドキッとね。そしたらね、マザランがこういうわけです。いや大丈夫ですと、安心してくださいと、ね、これポーズ取るだけなんで、実質結婚しなくても OK です、ね、どういうことですかってことですね。まずですね、マザランはルイ14世にこのサボイア公国、ね、イタリアの方ですよ、イタリアの小国のねサボイア公国の王妃と、まあ、結婚を取るポーズをしてくださいとい いうことを言うんですね。ポーズってのはどういうことよ。実はですね、この大国、今戦争中のね大国のスペインですよ。スペインにですね、マリア・テレサっていうね王女がいるわけなんですね。マリア・テレサっていう若いこの結婚適齢期の王女がいてですね、スペインにこうプレッシャーをかけるわけです。いや今適齢期のそのマリア・テレサさんねいらっしゃいますねと。でここで今ルイ14世がサボイア公国に、まあお嫁に行っちゃうというか、まあね、お嫁をこう取るってことですか、ね、サボイア公国から今ルイ14世がお嫁を取ると、もうマリア・テレサさんのね行くところないですよ、嫁ぎ先ないですよって、こういうプレッシャーをかけ始めるわけなんですね。この作戦がまたこうバーンとこう当たるわけなんですよ。それを聞いてですね、スペイン側が、あ、すいませんすいませんとね、なんとかこのね、ルイ14世さんとうちのマリア・テレサをね結婚させてくださいって、ね、こういうね、運びになってくるわけなんですね。よし、しめしめと、これでマザランがね思い通りだなってことになってきたわけなんですね。そこに、うん、ね、おかしい、ちょい待てと思ったのがこの紛れもなくルイ14世なんですよね。ルイ14世が、おいおい、さっきのねポーズって言ったじゃないとね、まあ、確かにサボイア公国の王妃はまあポーズだったかもしれないけど、こっちのマリア・テレサはいよいよガチなやつになってきちゃってるよってことですよね。いやこれでね、もう本当にもうマザランに対してルイ14世はね、もう泣く泣くのこの懇願をしたらしいんですね。涙ながらの懇願をして、これだけはやめてくれと、俺はマリーがいいよっていうことをね言ったらしいんです。しかしまあそこで分かりましたと言わないのはこのマザランのまたいいところなんですよ。ね、ここで、教えるわけですね。もう市場によってね、このまあ国際的な外交を揺るがしてはいけないということなんですよね。もうこれまでもね、伝統的に王様といったのはもう政略結婚ですからね。うん、王妃を迎えるその王妃っていうのはもう特別な身分の人じゃないといけないわけなんですよ。ましてや自分の親族のマリー・マンシーニじゃ全然ダメってことでね、もうマリー・マンシーニはもう遠ざけちゃうわけですね。マザランが遠ざけちゃって、
で、まあ、国家をね動かすっていうことはもう市場に揺るがされずに、まあ、しっかりとした気持ちでやってきなさいよということを、それをこう教え諭すわけなんですよ。でここはもうスペインから王子を取らないとダメですね。言ってることはね、もうその時代にすればもう最もなことなんですね。最もなことを言って、まあ、ルイ14世もさすがにね、もうそうだなと納得せざるを得ない状況にまでこう持っていくわけなんですね。でそこで結ばれたのが1659年、そういう流れでですね、ついにこのスペインともしっかり和平が結ばれるわけです。ピレネー条約ということで、まあその内容の中にですね、この王女、ね、スペイン王女のマリア・テレサ、これフランス語読み的にはここからマリー・テレーズということになりますね。ここでルイ14世の奥さんね、正式なお妃がマリー・テレーズという人に決まる。ここで結婚もしますよとね。で戦争も終わらせるわけですね。この戦争を終わらせた意味というのはですね、大変に大きくて、これでいよいよね、その宗教戦争も完全にこう終わるわけですよ。この戦いはですね、振り返ればリシリューがよし、ね、フランスもこれに参戦しようということでスペインに宣戦布告をした、その戦いをマザランが終わらせた。でこの戦いをもってですね、スペインの覇権がここで途絶えるということになってくる。こっからはもうヨーロッパ随一の大国というのはフランスだよということなんですね。フランスがリシリュー、マザランというですね、もう大宰相を経て、ね、国王の力をですね、最大限にまでこう高めるところまでこう来たわけなんですよ。よし、これでマザラン大仕事やったぞということですね。またこのピレネー条約においてそうやって結婚するということで、まあ、ピレネーっていうのはね、ここもピレネー山脈ってありますよね。フランスとスペインの国境にね、あるこのピレネー条約で、この条約の時にですね、ルイ14世、まあ、南フランスにいたんですね。南フランスにずっといて、で結婚も決まったんで、ね、そのまんま王女と一緒にパリまでね、まあ、縦断の旅、フランス縦断の旅なんですここには書きましたが、まあこれは言ってみればお披露目のね意味もあるわけです。結婚パレードですよね。こうフランスをこう縦断をしながらパリの中にね入っていくと、皆さんってね、これから私ルイ14世とマリー・テレーズがねこの国を治めていきますっていうね、まあこれによってね、このフランス国内は結構盛り上がったっていう話なんですよ。もう久々に迎えたね、この平和な世の中ですね。戦争もこれで一旦ようやく終わって、もう四半世紀ぶりに訪れたこの平和の中でね、わーっと国民の中にもこう安堵感が広がり、で王様も奥さんをもらって嬉しい、なんかいい世の中になりそうっていう雰囲気がねこう伝わってくるわけなんですよ。そしてこのパリに入城をして、パリの中でもおめでとうございますね、今で言えば何ですか、このオリンピック選手がこう帰ってきた後の銀座パレード的な感じでね、わーってこう熱狂するんですね。おめでとうございます、パチパチパチってなってね、で花火なんかもこうセーヌ川沿いにこう上がったりをして、でそこをまあルイ14世としてはね、ありがとうありがとうなんてねこうやってるわけですね。まあできればこうマザランにね最後は祝福してほしいなっていう気持ちもきっとあったでしょうね。マザランの姿がなんかないなってことになるんですね。マザランの姿ないけど、まあ後できっと祝福してくれるかっていうことで、ここでですね、実はマザランはですね、窓辺からね、そっとこの2人の晴れ姿を見ていたっていうことだったんですね。この光景もなんかね、それはそれでしみじみとしてね、なんか微笑ましくていいなっていうふうに思うんですが、実はこの時マザランはですね、もう相当に疲れてた、満身創痍だったんですね。で病気がちでありましたということだったんですね。実はもうここまででね、もう大活躍してきましたね。マザランは大活躍をして、もう相当にね心身ともに膠着状態だったわけですよ。で年も取ってきたね、で自分がこう手塩にかけてね育ててきたルイ14世もいよいよこう立派に育ってきて、結婚までしてね、これでなんとかうまくいきそうだなっていうところで、なんといいタイミングと言いますかね、1661年に亡くなってしまうわけなんですね。このタイミングで亡くなっちゃうんですよ。
このマザランの死をですね、まあ、ルイ14世は本当にね、心の底から悲しいんだというふうに言われてますね。もう泣き殻の前でね、ずっとこう泣き続けたね。もう自分の真の父親かどうか、なんかね、血がつながってるかどうかなっていうのはですね、もうこの時はもうほぼ関係ないわけなんですよね。もう生物学的にどうこうの話じゃないと。まさにね、父親となってこれまで自分を育ててくれた、ね、偉大な父であり、また偉大な恩人でもあるしね、偉大な恩師でもあった、まあ、全てだったわけですよね。そのマザランが、まあ、ついにここで亡くなってしまったかっていうね、まあ、これまではですね、まあ、ある意味ではこのマザランの保護下に置かれていたような状態だったんですね。マザランというですね、偉大な、まあ、宰相の下で育てられてきて、それがいよいよその幸せな時間がね、終わって、自分がもう第一線でやらなければいけない、そういう時期を迎えていたということで、それが後半のお話ということになってくるわけなんですね。さあ早速、じゃあ見ていきましょう。